皆さんこんにちは、ヨッピーです。もうすぐ追加課金の可能性、ディズニーリゾート最新衝撃ニュースでお届けしていきます。なんとショッキングなニュースが入ってきました。こちらのニュースをわかりやすく解説していきますので、最後までご覧ください。では早速いきましょう。この動画を見たらわかること、今後の追加課金、こちらの情報を知ることができます。私の主観も一部含まれますので参考までにお願いします。では早速いってみましょう。追加課金ニュースということで、こちら見ましたでしょうか。ディズニー浦安市宿泊税化導入の狙いは来園者賛否、導入を検討する自治体相次ぐということで、ちょっとねびっくりするニュースでした。宿泊税の導入だとということで、 TDR 抱える浦安市が宿泊税導入の検討開始、一泊あたり100円の場合年7億円の税収にということで、2月10日のニュースです。まとめますと、浦安市がですね、宿泊税というね新しい税金を導入する方向で、検討を始めたということだそうです。千葉県も検討を始めていて、時期などは県や国と調整するとのことです。2024年度大学の研究者や事業者、観光コンペティション協会などによる外部検討委員会を設置するということです。なのですぐすぐというわけではないですが、導入は確実なのかもしれません。ではですね、一泊あたり100円っていうね、地味な金額ではあるんですけれども、果たして本当に100円なのでしょうかっていうのは気になるところです。はい、ちなみにですね、こちらの、導入することによって、ディズニーリゾートのある舞浜地区でインフラ整備に費用がかかっている、市外からの来訪者による通報で緊急車などが出動する機会が多いことを挙げ、受益者を負担として理解は得られると述べたということだそうです。はい、賛否は分かれるかなとは思いますが、こちらもね必要なのかもしれません。ちなみに、市によると、市内のホテルにですね、1日約2万4000人が宿泊しているんだそうですね。修学旅行生を除くと2万人に、納税してもらうと仮定すると、1泊につき100円を納めてもらう場合、年間7億円の税収が見込まれるということです。ただ、これは100円っていうのはあくまで仮定なんですよね。で、ちなみにそもそも宿泊税って皆さん知ってますか？私もね、結構地方に出張行ったりすること多いんですけれども、そういった時にね、宿泊税お願いしますということで支払うこと何度もありました。こちらは、観光復興のための事業の経費に充てるっていうもので、旅館もしくはホテルに一定の金額以上の料金で宿泊した場合、課税される地方税になります。まだね、全国どこでもかしくもというわけではなく、一部の地域で導入されています。では、どこでどれくらいの金額で導入されているのか見ていきましょう。ちなみに、東京都ね、東京の場合は1万以上、1万5千円未満の宿泊の場合は100円、1万5千円以上の場合は200円です。大阪の場合は、実はね、2019年5月31日までと、その後でね、変わったんですよ。で、今はですね、7000円から1万5000円は100円、1万5000円から2万円は200円、2万以上は300円ということで段階的になっていますね。はい、そして続いて北海道ですね。北海道もね、宿泊料金の 2% 相当額ということで、結構ね、街によっても変わっているっていうことがあるんだそうです。ちなみにですね、これはびっくりしたんですけれども、今ね、一杯のラーメンがね、何千円っていうことでニュースにも話題になっているニセコ町ですね、合計2500円の宿泊税もあります。はい、北海道全体では、1枚100円、1万から5万が200円、5万から10万が500円なんですけれども、ニセコはですね、10万以上の場合は、なんと2000円ということで、北海道のものとプラスアルファでかかりますので、2500円ということになっているんだそうです。はい。なかなかこれはショッキングですね。で、ちなみに福岡県ですね。福岡県の場合は、200円っていうのがあります。そして、福岡市の場合は2万円未満で200円、2万以上で500円ですね。で、北九州市は200円になっています。
で、長崎県長崎市の場合は、1万円未満で200円、1万円以上2万円未満で200円、2万円以上で500円ということで、本当に地域によって差があるということですね。で、結構インバウンドでお金持ちの方が多く来るニセコはね、かなり高かったっていうのがね、びっくりでした。ちなみにこれが今まで浦安市にはなかったっていうこと。これがね、一個味噌ではあります。なので、そのためにちょっと検討し始めるっていうのは、やっぱいろんな地域で導入されているので、なんかね、理にかなってるような気もしますが、なかなか負担は大きいですね。では、果たして、これが浦安市の場合、いくらになるのかということです。で、浦安の場合、まだまだね、海外からの来場者、これね、まあ、つまり、ディズニーランドへの、ディズニーシーへの来場者っていうのは、徐々に増えてきてはいるものの、まだね、外国人の方が圧倒的に多いというわけではないんですよね。でも、やっぱりね、富裕層の方がどんどん来てくると、まあ、私はね、例えばこの京都府京都市、こちらがね、大変参考になるのかなと思います。結構、ディズニーのオフィシャルホテルとか、ディズニーホテルに泊まるときって、まあ、2万円未満になることって、まあ、あんまないんですけれども、ただね、まあ、そういう場合でも、まあ、200円取るっていうのはなんとなくわかります。で、2万から5万円未満。まあ、このあたりのゾーンがね、比較的多いのかなと思います。ただ、まあ、ミラコスタとかディズニーランドホテルとか、ファンタジースプリングスホテルとかできると、もう基本5万円以上になりますよね。そうなってくると、まあ、1000円の徴収、まあ、この可能性がね、やっぱり個人的には高いんじゃないかなっていうふうには思っています。で、まあね、お支払いするからには、なんかいいものに使ってほしいよと、皆さん思うじゃないですか。で、この宿泊税は、果たして何に使われるのかというと、ちょっとね、いろいろ調べてみました。で、先ほど調べてみたらところで言うと、例えばね、とある地域だと、まあ、宿泊税事業の主な取り組みということで、まあ、修学旅行の受け入れ環境整備4900万円で、交通バリアフリー対策2億8200万円、観光事業者の担い手創造育成900万円、観光エリアの魅力向上10億2200万円、文化財の保全継承の取り組み、で、これで言うと、まあ、ディズニーの場合はね、観光エリアの魅力向上ということで、まあ、混雑、えげつないですよね。でもね、こちらをね、もし何とかするってなったら、まあ、オリエンタルランドとね、ディズニー本社とも協議しなきゃいけないので、なかなかね、整備っていうのは難しいのかなと思います。まあ、強いてあげるとしたら、まあ、ディズニーまでのアクセス、これを向上する?いや、できんのかな?なんかわかんないですけれども、何かしらね、使えるんじゃないかなと思います。でも、観光エリアの魅力向上、やっぱりここへのね、支出っていうのは多くなるんじゃないかなとは思います。なので、まあ、浦安市の観光産業活性化っていうことは、まあ、ディズニーでの体験のね、さらなる向上に使われることを願いましょう。ただね、我々としては出費は大きいものです。ちなみに、皆さん、浦安市、すごいんですけれども、背景とか歴史とか知ってますか?簡単にこの動画でお伝えしたいと思います。浦安はもともと漁業が盛んだったんですね。ちょうどね、江戸川が東京のね、江戸川区と、そして浦安市を結んでいますが、江戸時代以来、江戸川の淡水と海水が混ざり合い、豊かな漁場となっていたということです。ちなみにね、ハマグリとかアサリのね、漁業も盛んだったということで、魚介類といえば、まあ、舞浜そして、浦安っていうこととして、まあ、栄えていたんですよね。なんで、漁業の町だったと。で、戦後、東京近郊の都市化が進んで、海の環境が悪化したんですよね。で、漁獲高が減少に向かっていって、そして、1964年には、舞浜地区を含む第一期の埋め立て工事が開始され、1971年に漁業権を全面放棄し、漁業の町、浦安の歴史は閉じられましたということで、まあ、結構ね、私最近ディズニーのね、創業期の話、本読んでるんですけれども、高橋さんっていうね、以前のね、歴代の社長がいらっしゃるんですけども、彼がね、当時の漁業関係者とたくさんお酒を交わして、そしてね、漁業権を放棄いただくみたいな活動もめちゃくちゃされていたということで、もうとにかくね、ここの権利をいかにしてディズニーがオリエンタルランドが獲得していくかっていうところは非常に重要だったということは本当に有名なお話です。そして昭和44年に東西線、昭和63年に京葉線、京葉線まだ36年っていうことなんですよね。で、浦安は東京に接したベッドタウンとして新たな都市へと生まれ変わりましたと。そして昭和58年、第一期の埋め立てで作られた舞浜地区にディズニーランドができて、ホテルができて、ベッドタウンに新たな要素が加わって、で、ディズニーシーができて、そしてアジアを中心に海外からもゲストがどんどん来るような感じになってったということですよね。まあ、ただね、
震災のね、時埋め立てのエリアということで、いろいろね、問題となった事件もあったとは思うんですけれども、まあ、浦安市はね、もともと漁業の町からリゾートの町へと生まれ変わったということで、大変面白い歴史を持っていますよね。で、江戸時代から明治大正時代には豊かな海の幸で栄え、そしてベッドタウンディズニーランドの所在としてなっていますよと。そして、繁栄してきた素晴らしい歴史を持っているということですね。で、ちなみにこの浦安市の人口、結構どんどん増えてるんですけど、皆さん知ってますか？日本だとね、少子化が本当に騒がれてはいますけれども、まあ、1990年以前ぐらいだとね、10万円以下だったんですけども、今はなんとね、もう15万人を超えていて、もう17万人にまで増えていると。なので大変ね、ベッドタウンとして栄え続けているということで、本当に、なかなか稀有な街ですよね。で、まあ、今後ね、まあ、日本も災害が多いのでどうなるのかわからないんですけれども、観光でね、どんどんと発展していくのは目に見えてわかることかなと思います。今後もね、観光で成長を続ける浦安市においては、宿泊税の導入はもしかしたら不可避なのかもしれません。今年、もしくは来年、わからないですけれども、こちらが導入されることは、特にね、遠くから来ていらっしゃる皆さん、遠方組にとってはなかなか辛いニュースなのかなとは思いますが、ぜひともね、ディズニーの体験、浦安での体験がより良いものになっていただくことを願って、今後ね、ニュースをまた待っていきたいなと思います。ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか？新しいね、宿泊税の導入について解説していきました。ぜひともね、この動画を見ていただいて、またね、ディズニーに思いを馳せていただけたら幸いです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。インスタもフォローいただけると嬉しいです。TikTok もね、よかったら見てください。では、今日のヨッピーの一言です。はい。ということで、浦安がね、もともと漁業の街だったっていうのは非常に有名なお話だと思うんですけれども、結構それを感じることがね、いくつかあって、私もですね、よく、葛西臨海公園とか行ったりするんですよ。で、奥の方に行くと、ちょうどね、こう、海沿いの方に出れて、バードウォッチングとかね、非常にできますし、非常になんかね、水産資源が豊かなっていうのがね、伝わってくる、海だなっていうのがありますね。まあ、それが何だろうっていうのは思うんですけれども、でもね、本当に自然が豊かなんですよ、浦安って。なので、そこに、まあ、ディズニーがね、実際にできたということが、まあ、なんともね、なんと言うんですかね、もういろいろなね、こう歴史をやっぱり感じる街だなっていうのを改めて思いますよね。なので、ぜひね、皆さんも、浦安といえば、ハマグリとかね、想像しながらディズニーに行っていただくと、またなんか面白い発見があるのかなとは思います。はい。ぜひね、ディズニーに行ったら、ディズニーだけでなく、浦安の歴史も勉強していただけると、さらにディズニーでの体験が面白くなるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. またね。バイバーイ。